はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。この通りですね、明日の話題さんがすごく約1ヶ月ぐらいにわたって話題になっていましたけども、大変落ち着いてきたなとは思ってきていますけども、まあちょっとまあそれでも話題にしている方々が何人かいらっしゃるみたいでね、ああまだ話題になってるんだなとか思ってるんですけど、まあ、あくまでもこれから先言うのはあくまでも私の意見なので、どうぞ心広く深くしていただきたいなと思います。でまあね、モーモース系というか都市伝説系 YouTuber っていうのが何人かいらっしゃって、水溜りボンドさんだったりとか、タック TV さんですっけ、ね、ミルクティー飲みたいさんなどなどが、お話ししていましたけども、なんかまあね、今はその水溜りボンドさんもミルクティー飲みたいさんもなんかあっという間に話題にしなくなったというか、他の話題に興味が移ったのかわかんないですけどね。うん、まあもちろん見る側の私たちにとって興味がなくなったっていうのもあるだろうし、まあ他のものをちょっとやってくださいよみたいな感じで言ってるのもまあ確かなんですよね。でもまあ取り上げる方も興味なくなったのかな。でもなんか明日の話題さん以前にもそういうねちょっと過激な話題で取り上げてね、失踪したとかっていろいろと言われているチャンネルもあったんですけど、急にパタッと放送する側ね、取り上げる側が終わってしまうのもなんかおかしいっていうのかな。まあやっぱり興味がなくなったっていうのもあるんだろうけど、はい皆さん終わりですって誰かに言われたような感じでね、もうこれ以上この話題には触れないようにって、なんか誰かにお触れを言われているような気がしてしょうがないですね。まああくまでもこれは私の意見とか感じ方なんで、まあ何とも言えないですね。皆さんどうなんでしょうか。急になんかそういうのは話しなくなったなっていうのは思った人はいるんでしょうかね。皆さんのご意見をいただきたいです。では皆さんさようなら。